マネ方の服はどこで売ってるんだって話ですよね、あの世界でね。もともとといえば割とゲームを基本として作ってた時に、多分この世界っていうのは、うん、要するに混沌としてプラズマ状態、ぐるぐる、うん、渦が巻いててエネルギーが、うん、でそこで新しい世界を作らなきゃいけなくて、うん、そこにもなんか一つの秩序の種みたいのがあって、うん、それがまあ魔月日につながるんだけど、うん、でそいつらが何か作ろうとしてるはずだから、いろんな人間作ってこういっぱい作ってんだけど、あこれも失敗じゃとかつって、ね、うんうん、そういうのにをね、あのゲームの中に入れたいんだよみたいな話を最初にしてて、はい、うん、それがこうどんどん話がもうちょっとドラマチックになっていって、うんうん、じゃ あの変な話、泥から作られた泥人間っていうのを出しましょうみたいな感じになってきて、うん、はい、でここには一つ神の概念っていうのも必要なんですけど、うん、神様ってイコール数なんですよね、数、要するに氏子の数が多いほど神社は栄えるし、はいはい、お寺だって、うん、まあ、要するにその檀家さんとかね、はい、そういうのがいっぱいいればすごく炙り良くなるけど、はい、氏子と何々が減ってくれば、うん、イコール錆びれてくるわけで、うん、これも会社とかなんかと全く一緒なんで、上納金、上納金というか、もうだから社員が多ければそれだけいい仕事が動かせるし、で、ね、で神様としてはだから人がいなきゃ神様じゃいられないということで、うんうん、末期としては人が必要だと、うん、自らを支える、支える人が、うん、これはもうイコールな関係で、うんうんうん、実は対等じゃないかっていうぐらい、ただ人間の方は数がいっぱい必要だから、うんうんうん、だからボルテックスの世界には人はいないはずなんだけど、うん、人じゃない泥人間がいると、うんうんうん、だから彼らは要するにその魔月日をバラにして持っているから、うん、彼らをいっぱい仲間にすることができれば、うん、いわばこの世界で断り切らぬパワーが得られるっていう方に持っていこうっていうことになっていって、うん、で招き方たちは言ってみればでも泥人間で、うん、その魔月日は宿してる、要するに魂は宿してるけど、うん、あの自分がじゃあどうしたらいいかっていう指針はないわけですよね、逆に指針を求めてる、うん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 、で何かを支えたいんだけど支えるもんがなくて、支えるもんが出ると一線そっちを支え始めて、はいはい、もう本当に動物的ですよね、うん、自分勝手な連中っていうか、そうですね、ある種でも人間って基本的にそうなんですよね、うん、誰かが偉く なって最初はわーって言ってみても、うんうん、なんかちょっとあれ、うん、こっちがいいってなればこっちで、あれはああだったから良くないとか、うん、ちょっと失敗すればやっぱりダメだとかいうのって結構あるじゃないですか、政治家だのなんだのテレビ見てても、うん、でそういうののもう大衆の象徴なんですよね、真似方は、言ってみれば、密かに新しいのはまあどっかにいつも、うん、そこから始まるわけじゃなくていつもこれはこれはっていうのを考えてるのがあるんで、はい、次何かやろうっていう時にはそれを小出しにしてるだけだから、でもイメージはいくつもあるので、うんうん、それこそメガテンの新メガテンだけじゃなく新メガテン自体も、うん、まあ、お話的には他にいっぱいあるので、はい、それもできるし、うん、イフ系の話もいくつも話があるし、うんうん、まあ、要するに ロープレじゃなくても極端な話、うん、いい世界観だってあるわけで、うん、あのシミュレーションだったりアクションだったりってあると思うんだけど、はい、そういう世界にあったものは用意ができているし、うん、でペルソナもこんなペルソナっていうのはいくつも用意されてるんですけど、いつできるんだろうっていう感じです、ね、ライフワークですもんね、それだけあると。ぜひいつかこう日の目を見せたいなとは思うんですけど、それを楽しみに。面白いのいっぱいありますよ。そうですか、ね、ちょっとそれはすごい楽しみなんですけど、うん、今後はどっちの方向へ行こうと思っていて、どっちへ広げようとされてるんでしょうか。まあ、ファッション関係に興味があるっていう話も以前聞いたこともありますし、絵じゃなくてなんかでもいいなとは思ってますけど、うん、基本的にはでもやっぱりデザインとか、うん、そういう方向性にはなるとは思うんですけど、はい、まあ、ここで一発ね、なんかそういうのも全て掘って、うん、なんかっていうのも男っぽいっていいな、カオスっぽいですね、カオスっぽいっていうかね、男らしい感じでね、うん、いいかなと思うけど、はい、やっぱお客様ね、ゲーム買ってくれて気に入ってくれてメガテンが好きで、まあ、ペルソナとかデビルサマナーも好きで、はい、そういうのやってくれてる人たちがより世界観を楽しめるグッズというかものというか、うん、アイテムっていうのは、うん、あの作っていきたいなとは思ってるん で、はい、で今回あのイサムがバックルと指輪をしてて、はい、あれはアザゼルのモチーフなんですよ、はい、デビルサマナーにできた、うん、アザゼルがモチーフで、まあ、仮に、まあ、イサム君の世界、うん、まあ、あの世界を
ボルテックスになっちゃった東京の世界は仮の世界でもあるんで、うんうん、あの世界で仮に流行ってるシルバーブランドのものらしいという設定でやってて、で一応そこは悪魔をモチーフにしてるっていう形で、うんうんうん、そういう形でシルバーものを作れればいいかなと思ってる、はい、面白いですよね、うん、だ今回それをちょっと原型までは、まあ、第一原型なんだけど、はい、までは作ってみてたりはするので。そうですか。これでも面白いですね。世界の中で仮に流行ってるブランドっていうのを現実で作っていくっていうのは、うん、うまい結びつき方ですもんね、うん、ある意味、まあ、ゲームの中でっていうのもあるけど、うんうんうん、まずはそこの新作って形で別にキャラクターがしてなくても、はい、今度はバエルをモチーフにしたよとか、はいうん、今回はベルゼブブだ。それいいですよね。でもそうなるとそこに結構力入れるとこのゲーム作れなくなっちゃうし、ゲーム作ってるとなんか結構ゲームでね、はい、絵描いてるだけって思われてるかもしれないけど、実際お話の部分から考えてるから、うんうんうん、ものすごい時間かかるわけですよ、うんうんうん、だからなかなか中途半端になっちゃってて、まあ、変な話そういうの一緒にねこうサポートじゃないけど、うんうん、一緒にいろんなアイデアを持ってやってくれるような人もどんどん入ってきて仲間になってくれると、うんうん、面白いですよね。広がるんだろうな。まあ、僕のっていうよりその女神転生っていう世界観っていうのがね、うんうんうん、もっと広がるんじゃないかなっていう気はするんで、まあ、もし今回ねこういうの見てちょっとなんか断りじゃないけどひらめいた人はぜひ、うん、一緒にやれるといいなっていうのは思いますけどね、うんうん、はい。